今夜 ISS 希望が日本上空を通過します。 JAXA によると宇宙飛行士の野口聡一さんが滞在する国際宇宙ステーション希望が今日3月18日19時39分頃に日本付近を通過します。遮る雲がなければ全国的に観測できるチャンスとなりそうです。宇宙ステーションは一番星のような明るい点が初めはゆっくり、天頂に近づくほど早く動いているように見えます。今日は広く高気圧に覆われます。そのため夜は東京など各地で晴れるところが多く、国際宇宙ステーションを通過する様子見ることができそうです。一方で北海道の一部の地域では雪の降るところがありそうです。雲が広がり観測の難しいところがある予想です。条件が良ければ街中でも見つけやすく、公園や家のベランダで気軽に見ることができます。観測にはできるだけ空が開けていて周りに高い建物が少ない場所がおすすめです。